棚とは、板を水平に掛け渡したもので、物を乗せる装置。板を水平に固定する方法としては、垂直な棒や板を用いて固定する方法や、水平板を壁に取り付けて固定する方法などがある。棚に対応するの英語は、シェルフシェルフである。ラックラックの方は、もともとは物を引っ掛けておくための棒状のものなどであり、それに棚を引っ掛けて用いることもあるので、結果として、 棒状の部品と水平板で構成される構成物全体を指す用法も定着したのである。移動できる棚を置き棚と呼ぶ。移動できる棚には戸棚、蛇棚、書棚などがある。移動できない棚には、例えば書院作りの床脇棚などがある。移動できない棚としては壁に作り付けた棚全般が当てはまるが、押し入れの中板もこの一種とみなすことができる。戸棚は 全面に戸をつけたものである。本棚は本を置くための棚。食器棚は食器を置くための棚。商品棚は商品の陳列に用いられる棚である。何かを見せるための棚を見せ棚という。紙棚は神道の紙具などを置いておく棚。赤棚は仏教の赤を置く棚である。博物館の展示室には展示品を乗せない感謝に見せるための棚が設置してあることもある。 防犯目的などでガラスケースで覆われているものもある。博物館のバックヤードには収蔵品を保管しておくための棚もある。置くものと棚を組み合わせて棚と呼んでいるが、実際には棚の用途は融通が利く場合も多い。例えば本棚は本来は本を置くためのものであるが、実際には趣味の品を鑑賞するために並べておくという利用法もある。 食器棚は食器を置くのに加えて、主婦がへそくりを隠すために使っている場合もある。鶴棚は鶴が張って茂ってできる状態を棚に見立てたものである。古くは水人気に、いたきょこれをば、なというと記述されており、古代から言葉に変化はない。平安貴族の重機イコール日曜家具の一つとして、下段に両開きの扉がついた棚である、二回寿司があり。 上に、ダコなどを置いた。また、二階棚も貴族にとって、必需品であり、上に、半座しを置いた。このように、平安期における棚は、器を置くものであった。鎌倉時代になり、仏家社会において商品作りが登場し、南北町から室町期に整えられていく過程で、床の間と共にその脇壁に設置された、違い棚が登場することとなる。江戸期では、客に合わせ、 この違い棚にその人が好みそうな本などを置いて、もてなした。金星へ土器に登場する神棚も、分類的には壁設置式の棚である。床脇棚のような壁設置式棚の利点として、地震が起きた際、本棚のように人に向かって倒れたり、人目がけてぶつかってくるといった狂気とならない点があり、欠点としては、重量が大きいものは乗せられないという点がある。草案の形式として、 部屋の外に設置する赤棚が存在する。近代法制の成立によって、現在ではほとんど用いられなくなった棚もあり、一例として冠棚がある。冠棚とは、玄服寺に被せられる冠を置く棚を言うが、近代以降、成人の定義を法的に定めたため、玄服の文化自体がなくなり、冠棚の言葉自体、用いられなくなった。商店において、道側に陳列台を作り、 その上に品物を乗せ、道行く人に売る方法があるが、この陳列台を、店棚という、言葉自体は、鎌倉時代末頃より登場し、それは、台を高くして、見せるから、店となり、室町期になり、店となった。この店棚を用いた商法は、当時の中国、朝鮮にはあまり見られず、影響年間に来日した朝鮮通信使の僕、水星が、 京都の街の様子を見分した際の報告として、日本の市の人々は、店の軒に板を使って、段を設け、物を売るから、ゴミにまみれず、買う人も見やすい。我が朝鮮の市では魚肉などの食物も地面に置いて、売っている。日本の風に習って改良したいものだと店棚について、感心したことが記述されている。このことからも中世の日本において登場した店棚が、 衛生上と商業上の両面で、東アジア各国から見ても、画期的だったことがわかる。以降、現代に至るまで、商品陳列に棚は欠かせない存在となっている。近世では店棚に関連した句も書かれており、松尾芭蕉の小文字詩では、塩代の歯茎も、サムシ魚の店の一句が例8世紀の万葉集巻10.2029番にも記される、お、姫は、 棚畑詰とも知るすが、その由来は、水辺に駆け作りした棚の上で、聖なる来訪者イコール神を待って、気を追っている婦人から来たという説があり、古代から、旗折りのために、水辺で棚が作られ、用いられていたと考えられている。この棚の解釈については、棚状の建物の上で、神の嫁となる神聖な女性が神が訪れるのを待つ、水神の祭りが源流であったとする説もあり、 日本古来の宗教行事と棚が深く繋がっていたことを示す。古事記に記載される足一等宮の構造についても、古事記伝の解釈に従うなら、棚に似た形式であり、右札彦がこの宮合コール巨棚を建てたのは、神を祀る形式であり、神山と言われ彦を神として迎え入れ、もてなしたことになる。このように古代日本では、海、川、池などの水辺に、 棚作りの建物を築いていたと想定される。カラーボックス鉄道車両の荷物置き場の一例写真は、JR 北海道721系電車、快速エアポート用 U シート改造車で、大型スーツケースに対応した荷物置き場が新設されている。上部には、元来の荷物棚も残っている。航空機では、扉がなく寸法の小さなものを、ハットラック、蓋付きの大容量のものを、 オーバーヘッドビーンなどと呼ぶこともある。ありがとうございます。